こんにちは、内外為の時間です。編集長の長嶋克一です。今日も聴導員大学総裁と話を進めてまいります。よろしくお願いします。で、今日はまず今はもう避けて通れない皇族スキャンダル、うん、これは小室圭か、うん、これの、まあ、一家ですね。母親との連帯の金の問題で、うん、秋篠宮の激励に触れたと、うん、ただそういう中で僕が一番引っかかるのはですね、うん、その今までその皇族スキャンダルというのは、うん、ここまで表に出なかったはずなんですね、うん、必ずその前に内緒で全部収めてしまったはずなんですよ、うん、それが今はもうスポーツ紙かなんかで一面で全部やる、うん、平気でやる、そのそういう時代ですね、うん、このそのいわゆるその宮廷内の、うん、そういう体制が僕は宮内庁のね、どうなってんのか、うん、そこも非常に気になるところなんです、うん、普通だったら絶対にこういう問題を表に出さない、うん、少なくとも、うん、これは金で収めてしまえば収まるわけですから、うん、だから それがたった400万のそういうものの中で、うん、こんな大きく報道されていくということ自体はね、うん、これ僕には分からない。なんだこれ、今のいわゆるその皇族、今の平成天皇は立派な方ですよ。これは僕は美智子皇后が大変偉いと思ってます。あの人がやっぱり素晴らしい皇后陛下で、まあそれはそれでいいんだけど、うん、その宮廷内のそのそういうものをどうして今まで通り収められないのか、ここはもう総裁どう思われますかね。昔全部収めたはずですよ。いやいや、まあね、開かれたまあ皇族、うん、まあ戦後の皇族は、うん、宣伝とは大きく違うわけだ。はいはい。まあ神様だと言ったんだ。うん。神道に基づく神だと言ってた。うん。それは今言わない人間宣言ですよ。はいはいはい。人間だと。うん、神ではない。はい。人間である以上、うん、憲法で保障された全ての人間は、うん、国民は平等である。はい。ところが天皇陛下には、うん、名字がないじゃないかと。はい。ね、うん、確かに。だから、三宅になると名字ができるわけだけど。はいはい。うん。まあ、名字がない天皇陛下。うん、そして、その息子たち、うん。特別の扱いといえどもですね。うん、やはり国家を象徴する国体の長ですから。はいはい。国民に対して、やはり、父として、すべての国民を、分け隔てなく、平等に扱うと同時に、戦前戦後を通じて、日本に住んでおる、朝鮮人、および台湾の中国人、に対しても同様に扱うべきであると。これは私の持論です。はいはい。うん、なぜ小室家に対しては、うん、そのように冷たい態度を秋篠宮家は取るのかと、うんうん、ね、うん、だから普通の日本人であり、うん、吉村一部噂される在日であろうが、うんうん、私は本人同士が、うん、いわゆる付き合ってるわけだよ。ね、うん、そう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 。それをやはり認めてるのが戦後の皇族である、うんうん。だから、いわゆる UCL という大学へ行ったわけだ。はいはい。うん、そこへたまたま UCL へ来てた生徒が、小室の、うん、なんていうんだね、小室圭だ。うん、小室圭だ。うん、そこへ秋篠宮の娘も行ってる。うん、佳子様ね。佳子さん。うん、加古さんが行ってて、そこで知り合って、うん、恋愛したら、うん、それでいいじゃないか。いいっすよ。え、いいっすよ。それをなぜお前はダメだと、うん、400万円借りた。そんなもの関係ないだろう。だから母親が、息子を育てるのに、うん、え、お友達から400万円ちょっと貸してくれと、うんうん、そのお友達が、うん、愛人でやっても、
こんなもん世の中に何歩でもあるじゃない、うんうん、これをいちいち取り上げてこれは法律違反だという言わんばかりのね、うん、そんな相手の子供をねうちの娘じゃ無理だよというような言い方は、うん、断じて、あってはならんことだと僕は思いますよ。まあ総裁ね、うん、そうおっしゃいますけど、これは結局相手がやっぱり拘束ですから、日本でも総裁もおっしゃった上ですから、そういうものをそこまでそのスキャンダラスにこう広めて言ってしまっていいのかということなんですよ、うん、俺が言ってるのは、うん、一般社会で言ったらそんなどうでもほっとけということなんだけど、皇族、うんうん、である限りこういうものはもう折りたたんで捨ててしまえと。いやいやいや、皇族であろうが、うん、王様の家柄であろうが、あまり国民にこういうことが見えない方がいいんだ、ね、うん、オープンでいいんだよ、オープンで、うん、オープンで出話で日は日で、うんうん、で連絡どうでもいい、あの、うん、はっきりさせばいいわけ、うん、だから400万円の借金を返せと言うたこのバカ男いるいる、こいつを叩かなきゃいけない、こいつは叩かれてないで、一番悪いのはこのバカだよ400万円を返す、それで男女関係でこれ愛人にしとったわけだろ、うん、その母親を、そう、母親がどれだけ食い違ってるか、うん、たかが400万円で、うん、まあさすがあの女の気持ちはよくわかる総裁らしい。いやいや、息子のために、うん、息子の学費のために、うん、体を張ったんじゃない、母親は、まあ、そういう言い方するよね。えそういう体を張って400万円を借りたわけだ、うん、それを返せとね、こいつをわしにしたぜ引っ張り出して、うん、これを叩きまくらなきゃダメだこの野郎。だからね、これが一番悪いんだよ、まあ、その時悪いのは秋篠宮だ。そう。そんなもの取り上げて、うちの娘はお前にやれないと。そう。だから俺が言ったのそれ、秋篠宮。デンマークか、うん、ノルウェーか、うん、シャブ中の女を皇太子は恋愛して、うん、今、皇太子にしたわけよ。うん、シャブ中で子も子供一人連れた女、うん、デンマークやったから、ノルウェーかどっちかだ。うん、まあね。だからオランダの、王女になってる人もね、うん、アルゼンチンの、うん、マフィアの子供よ、うん、それも認めたんですよ、うん、アルゼンチンのマフィアの子供であろうが、うん、本人がちゃんとしてりゃいいんだと、うん、ね、うん、だから日本の皇族だってよ、マフィアの娘であろうが、うん、ね、その何であろうがね、私は本人同士がうん、いいと言うならば黙ってその通りしてやって、うん、それでこれがもうまだ皇族離れるって言ってるんだから、はいはいはい、ね、それでいいじゃないよ、それで、うんうん、一般になるんですからね、何が問題あるんだと、何をそこまで国民に対して、うん、失礼千万だと俺は言いたいわ、うん、ね、そこまで言うなと、まあ世の中にはね、あの秋篠宮家次男でよかったと、長男でなくてよかったという人が多いんです、だって次期天皇陛下ですからね、うん、そういう分かりやすい言い方をして、いや僕は、ね、秋篠宮を批判する人もいるんですよ、いや、あの、まあ、言論の自由だから、うん、国民代表して言わせてもらうから、ね、うん、やはりその長男だからとかね、うん、順番を決めるんじゃないと、あ、なるほど、ね、うん、皇族次期天皇を選ぶ場合は、うん、20人ぐらい出せと、候補者を、そっから一番理想的な人をね、うん、選ぶべきだと、うん、となれば今の国の経費を、うん、面倒見てる皇族以外の、うん、旧皇族、はいはい、例えば武田の宮 JOC の会長なんかもそうですよ、うん、僕も後でそれを言おうと思ったけど、うん、あれだけの人格者、うん、国際的なあの名の売れた人、うん、この辺りが天皇になればね、日本の国はバーッと良くなるよ。まあ、それには賛否両論いろいろあるはずですけど、うん、その旧皇族の武田、うん、JOC の会長、うん、交代ですよ、これ。ん？交代。いや、もちろん JOC は交代だ、もちろん。安倍もこのままこれはほっといないんで、うん、で、もう、あの、いろんなスキャンダルがばっかばっか出始めてるんです。武田会長の。いや、大したスキャンダルはないんだ、あれは。一族のね、その、スキャンダルです。いやいや、金の問題とかね、前、うん、過去にも出てるわけだけどね。うんうんうん。
あれは別れた女房とか、うん、その息子とか、うん、いっぱいあるんだこれ、はいはい、それも僕もよく知ってるわけ、うん、いつも気の毒だなと思うのはね、うん、本人なんだ、武田本人、うん、で彼は全くそういう犯罪に手を染めるような人物ではない、うん、私もよく知ってる、あ、なるほど、うん、これほど の清廉潔白な、うん、ジェントルマンはいない。あ、そうですか。うん、これはもう日本一です。これこそが、やはり明治天皇の、まあまあまあ、孫かひ孫か知らんが、うんうん、やはりその天皇陛下になるべく、うん、ね、我が国に収めるべき人物だと思ってた。うん、なるほど。うん、外務大臣でもしてもね、うん、も河野や、まあ、岸田と比べれば、100倍上だよ。河野なんてどうにもならない。うん、やっぱり国際人ですよ、うんあうん。で、親父もそういう人物だったらしい、うんうん。武田の親父。あうんうん、みんな、まあね、馬術のオリンピック選手で。そう、馬術ですね。だからそこらに、貴族の匂いがしいですね、うん。ヨーロッパ社会からも認められない。こんな人物はね、日本の財産ですよ。うん、それを叩いてんね、今、マスコミは。うん、え、これ許さんって言うんだよ。だからまあ、今のマスコミって面白ければいいですから、うん、スキャンダラスでね、もう、なんとも言えない、その、叩くだけいろんなものが出てくる。それが一番面白いんだから。だからさっき言ったように、一般スポーツ新聞がよ、うん、一面フロントページで、そういう小室圭の、やはり400万だなんだか、お母さんがなんだかんだのね、うん、そのスキャンダルばっかりやってて、相手の男の批判は何もしないんですよ。うん、批判しても面白くねえから。ストリップ劇場の写真は出たの？まだ出てない。出てない。誰が言ってんの？ん？誰が。そういうのが噂でバーッと流れて、そういう写真を持ってると。うん、だから強気なんだと。確かにそれはない話じゃないなと思うけど、まあ、そこまではいってないやろうなと思いますけどね、いくらなんでも。まあまあ、それはね、そういうまあ個人と個人のね、うん、付き合いの中で、うん、何やかやで問題になるようなことがいっぱいあるとしても、うん、やはり本人同士が納得してだよ、うん、そういう裸になったんだろうし。まあ、まあ、それ断言しないでね。まあ、あったとしてもだな。うん、してもね。ねうん、そんなこといちいちね、こちゃこちゃね、スズメがピーチングパーチングで、言う問題じゃないだろう。まあ、この皇室というか、皇族というか、このスキャンダルは、まだ当分続くと思いますよ。うん、ああでもない、こうでもないといろんな結局、こう、掘り起こしてくる。ごちゃごちゃがね。私はだからもうノルウェーかデンマークは知らんが、うん、まあああいうサブ中で子供を子連れ女がね、うん、バツイチが、うん、皇太子と恋愛したら、うん、みんな国民も賛成したっていうの、うん、いやー美しい話だな、うんうん、デンマークの王女が、うんね、アルゼンチンのマフィアの子だと、うん、ねそれも国民が認めて、うん、立派な女性だと褒めたたえて、うん、これこそがね、やっぱりスペインの今の国王の女房も、マフィアから認められたんだよ、あれ、うん、民間人だよね。まあ、ただ、総裁言えるのは、もうオリンピックが近づいてるんで、うん、やっぱり武田 JOC の会長は、うん、やっぱりタイミングがあまりにもまずすぎる。で、今までこういう問題が出るとか、必ずオリンピック終わったはずだったの。うん、オリンピックの前には出さなかったんですよ、分かってても、うん、まあリオのオリンピックなんかみんなそうだったけど、だからこれはね、この武田会長のこれは非常にまずいですよ、オリンピックを控えてるだけですかね。え、仕掛けたんですかね、誰かが仕掛けてますよ。あ、うん、でしょうね、こういうタイミングですか、ね、賄賂なんてそんな、それはやりますよ少しは。ね、だからそんな当たり前のことなんだ。だからそれを事件性があるように結局かけていく。いや、これはフランスの検察はもう3年前に1回表に出したわけ。出した、うん、そう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 、ね、うん、シンガポールの会社に金を送ったのは、うん、フランスの検察はこれは犯罪だと言ったわけ、うんうんうん、ただまあそれは進展してなかったんだけど、うんうん、カルロス・ゴーンの問題に対して報復的な攻撃として行われたという見方もある、うんうんうん、
まあちょっと話がそっちの方にずれましたけど、この皇室スキャンダルというものが、僕はもう事前に抑えるべきところは国民のために抑えなきゃいけないと。それぐらいの力を皇室の宮内庁は持てと。それを言いたいです。こっちは知らなくてもいい話がいっぱいあるわけだから。うん。だから、朝鮮総裁も怒る必要がないところなんです。ん？そういうのがあればね。うん。うん、まあ、そこのところはまだこれからもいっぱい出てくると思いますけども、ちょっと、そこのところで、ここというときは、ここと総裁もガンガン言ってください。うん。うん。だから、小室のね、お母さんが昨日の部だね。うん。自分の息子を一流大学出して、育てるために。うん、うん。うん、必死になって働いてたと思うんだよ。ああ、そうですね。そして、それでも足らないから。うん。そうそう。ね。うん。いわゆる、賃金が安すぎるんだよ、日本は。うんうん。子供の学校やれないわけ。うん。だから、愛人からちょっと金借りた。うん。それが、なんだって言うんだよ。ね。そんなこと、問題するような問題じゃないだろう。まあね。美談じゃない、美談。美談。ね、まあだから私は小室の母親を守ってやりたいぐらい、うん、ああ、うん、それはまた大胆ないい意見ですね、うん、はい、あの顔もそんなにあのまずい顔じゃないしね、うん、うん、まあそんなことは余計なことが宮内庁に、アングロサクソンが 14-15% 勤めてるっていうのは本当ですかね。私はこの間そういう話、いやいや、これはね、アングロサクソンが大事。アングロサクソンは、アングロサクソンというよりもね、うん、いわゆるその、薩長の中で、うん、日本の天皇が孔明天皇を境にして、うん、いわゆる孔明天皇のこっちは途絶えたわけ。うん、で長州から来た人が、うん、明治天皇になったわけ。うん、でそれはまあ、 いろんな伝説はあるんだけど、うん、でその新しい天皇を作ったのは岩倉具視、うん、で、うん、今の大久保利通、はい、これと今の長州藩の一部です、うんうん、だからその辺のことはいわゆるグラバー、トーマス・グラバー、うん、トーマス・グラバーの上は、マジソン・ガーデン、うんうん、この前俺はロッチャイルドと、うんうん、だからロッチャイルド系が、うん、ずっとその明治維新を仕切ったという、うんうん、日本の国の裏は、うん、トーマス・グラバーを通じて、うん、結局我々が言うロッチャイルド一派につながり、いわゆる英国ロッチャイルド、うん、それがいわゆる西南戦争も始め、外国とは日清戦争、日露戦争、うん、そして、今のシベリア出兵、続くシナ事変、うん、そして太平洋とは大東亜戦争、うん、これみんな仕切ったんじゃないかと、うん、だから宮内庁の中に対する影響力は、うん、シティ・オブ・ロンドン・コーポレーション、うんうんうん、そのニューコートが必ず存在する、うん、まあ、イコール明治時代にできた日本銀行も同じことです、うんうんうん、なるほどね、わかりました、うん、でもう一つね、僕が気になってるニュースがあるんですよ、はいはい、日本のレスリング協会、うん、松並健志郎って僕が一回聞いたことあるでしょ、言うた言うた、日体大の日体、あの方はガンだそうです、え、ガンガンになったっけ、うん、で福田富明は、うん、現会長は東京オリンピックまでやらせてくれと、それで松並健志郎の方もじゃあそこまでやれよと。ただ本人がそういう状態なんで、後継者を誰にするか、大変難航してるそうです。なるほど。うん。うん、じゃあこれでまた総裁、小耳挟んだ何かがあれば、うん、うん。逆に教えてください。うん。はい。まあまあ、福田富明さんに負けしとけんじゃないか、ね。うん。
うん、だから後継者の問題も福田富明に任せればね、うん、立派なやつを選ぶと思うから、まあ、オリンピックの強化については、うん、本当によくやってくれたよ。そうですね、うん、そうです。まあ、それには堤義明もよく頑張ったから、はいはい、うん、まあ、そこのところいろんなことが、今度は八津義明っていうのは総裁2回ぐらいお会いになったことあるんじゃないかと思うけど、アマレスやってて、プロレスからなったんですけど、うん、アマレスのオリンピック行ったやつです。八津義明、うん、それが総裁にお会いしたいと言ってるんで、うん、今度これ呼んできますから。あ、あったからある、うん、2回あるって言ってました。それがやっぱりオリンピックのレスリング業界のあれなんか大変詳しいんで。ああ、そうか。うん、だからそのとこまたあると思いますから。まあ、群馬に住んでますんでね。ああ、そう。うん。うん。また出てきますんで。はい。じゃあ、そこで、今日はここまで。お願いします。はい。